大家好，我是何導。皆さんこんにちは、何導です。今回から扇の基本語をやっていきます。まずは開扇、合扇、開閉のやり方について。那么现在開始吧。見た目は小爪、頭脳はおいさん。何導の円をほどうた。まずは扇子的基本功。扇の基本功に行く前に少しだけ扇の握法、持ち方について説明しておきます。扇はぐるりと回したり、翻したり、開いたり、閉じたりと操作するので、指の自由さを保つためにも固く握りしめないようにします。しっかりと握るけれども握りしめず、また柔らかく自由が利くようにというのが原則になります。そうすることによって扇の機敏な会合と動作の変化が保証されることになります。それでは扇子、扇を扱いにあたって最も基本になる開扇、合扇について。開扇とは扇を開くことで、合扇とは扇を閉じることです。開扇するときは腕と腕、手首を打ち振って勢いよく開きます。合扇するときも同様に腕と腕、手首を打ち振って閉じます。説明といってもこれ以上これ以下でもないのですが、たまに扇を開いた時にその開いた反動で跳ね返ってしまっている場合、扇を開くと同時に指を使ってシャンクを押さえてピンと張った状態になるようにします。こうすることで扇の開いた時の形状をしっかりと作ることができます。さて、紫萱扇、四川扇ではこの縦開きの他に横開き、逆縦開きの開扇を行います。これらについても説明しておきましょう。まずは横開き。縦開きと同様に扇を持ち、横に構えてから開きます。扇が開くと同時に手首を回転させ、扇への自分の身体の方へ向けます。この時も扇が開いた反動で跳ね返ってしまう場合があるので、扇を開くと同時に指を使ってシャングを押さえてピンと張った状態になるようにします。次に逆縦開き。扇を逆さに持って逆向きに開きます。親指と人差し指の付け根の部分で手のひらに当てている側の大扇骨を挟んで保持します。残りの指で柔らかく握って持ちます。下から上へと腕、手首を打ち振って勢いよく開きます。反対側の大扇骨を親指で引っ掛けるようにして持ってしまうと扇は開かないので気をつけてください。扇を逆さに持ち、下に構え、上に向かって手首を跳ね上げるようにして開きます。この場合も扇が開いた反動で跳ね返してしまう場合があるので、扇を開くと同時に肘を伸ばし押し出すようにします。そうすることでピンと張った状態を作ることができます。それでは最後に実践してみましょう。歩道に合わせてご一緒に。まずは縦開き。1、2、3、4、5、6、7、8。次に横開き。1、2、3、4、5、6、7、8。そして逆縦開き。1、2、3、4、5、6、7、8。どうでしたか？継続は力なりです。地道に練習していきましょう。次回は扇子的基本功、扇の基本功、雲花扇のやり方について。それでは今回はこの辺で。下次再见。